例の不倫パイセン、ゴールデンウィーク中不倫相手と観覧車に乗るそうです。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパンプキンです。本日もドッカーバトルやっていくんですけども、うわー青春やな。40過ぎてもなお青春を感じているところに俺は高評価をあげたいね。観覧車てっぺんまで行ったらチューするのかね。まあ極限したんで、まあ、使っていこうってやつですね。うん、まあ純粋悪に変わってるんですけどね、今ね。まあ非常に強くなりましたね。はい、非常に強くなった。で、リンクマックスにしておりやす。準備は整っておりやす。で、今ね、あのね、市場のバトルスペクタクル VS ソングアンビーストの、はい、人工生命体。あれ、苦行人工生命体。で、リーダーこれね、純粋、あ、ごめん、リーダーは、あーこれ、ガンマ1号。にして、でガンマ2号入れて、フレンドさんも3凸かな、うん、お借りしてます。で、あと中身のミスターブー人通常会社さん16号で、九州でサプライズ強化ギターマジブー5点くす九州でございます。で、今ね、まあ、最終戦なんですけど、ピンチいってる。ピンチピンチやな、マジでピンチやな。よっしゃよっしゃ、じゃあここで本領発揮していただこうや。ねえ。うん。でさ、で、あの、ディフェンス25万の62万。まあ、そんな感じですわ。こいつ、ガンマ2号、くっそ、これ悔しいな。ほんま悔しい。俺も観覧車乗ったるから、フリン先輩と。まあ、これ絶対先手必殺来るからよ。まあ、ここ行くやん。ガンマ2号が心配やからな。まあ、これ行こうや。これ行こう。チョコチャエさん、ほんまはね、真剣な魔人ブーのあのフェスゲーム持っとったらさ、魔人ブーズで持っとったらそれをリーダーにして人工生命で行きたかったんやけど、まあまあそれはね、もう持ってないから、もうこっちからどうすることもできまへんやを言うて、うん、でこれも変身しとけ、ビーズを吸い込んでくれや。これなあ、アルティメット孫悟飯吸収じゃなくてよ、ビーズを吸収したらめちゃめちゃ強なるのにね。これヒーローズで出てきそうですけどね。ビースト吸収してみたとか、身勝手吸収してみたとか、そういうなんかあったらええのにな。敵の性能を吸収してみたパッシブみたいな。なってもよかった。で、二次機玉取れば取るほどパーリピーボーになるから、こいつが。で、うん、二次機玉いっぱい取っていこうや。だからミスターブーと合わせたいわけ。わかる？このミスターブーがキーパーソンになってくる。これが、二次機玉、変換してくるんですよ。だから非常にね、こいつ相性いいわけや。そういうことや。な？うん。まあ、二次生取ります。これ、ディッカンモード行くんじゃない？ディッカンモードぶちかまそうや。とりあえず。トリマディッカンモードじゃん。あ、言うて、回避してもうた方が良かった説あるな。前か。前へとしよう。おい、二桁、二桁、うん、ええわ。まあ、とりあえず、俺の、じゃあ分かった。交代分は、捨て駒要員でええわ。とりあえず。うん。まあ、それでええとしようや。うん。ほんまは、1号、2号、揃えたいけどな。ガンマはな。うん、まあ、こうやって威圧かけられたドライもできんけんよ。うん、できんできん。で、あの、ちょっと話変わるんだけど、俺、明日から4連休ですわ。あー、ゴールデン、やっとゴールデンウィークや。連休前の仕事、ものすごい長感じる。ものすごい長感じるわ。ほんまに今日一日ものすごい長かった。俺もいつまでも青春やわ。10代、20代やわ。若いしやわ。俺もいつまでも若いしやわ。うん。いつまでも若いし。あの、いいけどね。あの、非常になんていうの？その、若い、心を持つっていうことは非常にいいと思う。ただ40過ぎて観覧車には登れんど。じゃあ、あんま言いよったらな、うん、もしかしたらワンチャン俺のチャンネル見るかもわからんからよ。16号でいいやつとかマジだるいんやけど。じゃあね、ちょっともう見ろええわ。見ろええ、うん、ほだね。ね、今日の主役はこいつやか。こう行くやん。こう行って、多分、必殺撃ってくるわけや。必殺撃って、こう行くやん。あ、ドッカーモードな。もう、しゃーないわ、これもうほなって、いいやつは。4個。4個。
4個いこうか。4個いこうや。4、1、2、3、4個いこう。でこういく。1、2、3、4。結局4個5個ぐらいしか取れんよな、虹木玉って。うん、ほら来たな、ほらな。うん、まあダメージ軽減あるとしてガードするし、今ウイス効いてるからほんなに食らんやろ。めっちゃ食らったわ、ごめん。だいぶ食らったわよ。まあ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 いいでしょ、まあいいでしょ。うん、おい、1700万で回心もアタックも伸び、強えぞ1900万ちょぶちかませって。サントスフレンドさん、ナイス。フレンドさんすごいよ、語彙力。弱い、すいません。すごいよ、かっこいいよ、強いよ。語彙力のなさはもう5年6年経ってももう相変わらずですね。じゃあこういきましょうか。虹木玉いっぱい取れるやん。でもここでウイス買っといて、ほんで虹木玉ちょっとやめて。二次元はやっぱちょっと、二次元はもうちょっと取りたかった。二次元はしゃあないわ。さあ、実家モード。ドッカモード外す。本気を見せてやる。俺いつでも本気や。不倫相手にも本気なパイセンもおるけどな。俺誰か、ぽっちゃりな子、俺と一緒に観覧車乗ってくれませんか、カタパルト。てっぺんでチューしようや。チュー。暑苦しいな。こんな、なあ、ちょっと春言うてもちょっと気温高いですやん。ねえ、こんな、デブ二人が、ポチャ二人が、観覧車、密室の観覧車乗ったら、ほらもう、ねえ、サウナや。サウナ。二人とも焦ったからだな、なっとんじゃん。なあ。何の話？また、まあ、こういう話しとったらまたコメントで酔っ払って、動画配信しないでくださいっていうね、来るんじゃ。ほんまにあかんじゃ。気をつけない。酔ってるというか、まあ、お酒は飲むよ。お酒飲むために俺仕事行ってるんだから。そうよ。うん。お酒飲むために仕事行ってんだで、俺は。何か。この世の中、アルコールが消えた瞬間で俺はもう仕事辞めるよ。ごめん、それは言い過ぎだ。うん。いやでもね、タバコがのうなったら俺、ちょっと、そこでいいやつやって、マジ、ほんまかいな、自分。これどうしよう。これどう、ガードしたっけな。じゃあもう、こういうか、しゃーいっすよね。もうちょっと、隣同士にさせ、割れ、させ。じゃあもうこういこうや。2個か。しゃあないな。まあ、さっきのフレンドさんはね、いい動きしてくれたからやろ。かいしょい、うれしゃーない、うれふん。そうやで。サプライズ回避。今日サプライズばっかりやな。うん。溶接工2名、やめたよのサプライズを朝一番に受けて。で、アルティメットゾーン、変身ゾーンは、極限サプライズも見受けられ。で、この、市場のバトルスペクタルの市場、人工生命体ミッションでのアルハン吸収部の、この回避サプライズを見れて、今日、なんていい日なの？そう思わない？何でもプラスに変えていこう。そうそうそう。僕の、マイナスあかん。マイナスあかんわ。何でもプラスに捉えたったんや。そうやね。あれね、なんか忘年会とか、新年会とか、同窓会とか、飲み会とか、誘われん。こう、多分、おると思うんや。俺の配信見てる子で。ああ、そうやからプラスに考えていこう。どうプラスに変えるか。ああ、俺を誘うのは恥ずかしいんやな、とか。な、合コンで誘ってくれなかった。あ、俺があまりにもイケメンすぎるから、お前らの立場がノーなるから、あ、誘ってくれなかったよね。何でもプラスに変えていこう。そうしよう。どうするんよ。どうするこれは。これはどうする。いや、違うな。そうやな。こうやな。そうやな。で、4個。いいや。もう最後じゃあ、とどめ刺しちゃってや。なあ。刺していって、いけ !8 万はきついな。まあいいや。うん。最後、この極限の私のリンクマックスの魔人ブーアークでやってくれると思うからよ。二色玉4個で返し曲がってるよ。1840万
聞く。いけいけ、ぶちかませや。あ、通常講義。あ、だろう。だろうや。それは、それはしんどいな。それは聞いてないな、ちょっと自分。それ自分聞いてないで。あー、そうな。それちょっと聞いてないな。あそこでやつ、バリだるいやん。八方塞がりってない。八方塞がってない、これちょっと。おい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 、ガンマ1号必殺なんで打てへんかったなと思ってるだろ。まあ、勝っても負けても動画にするけどね。アタック値見れたし、いや。いいとして、やれーこれ多分あかんな。これ多分あかんぞ、お前。いや、いけるんかな。ワンチャン耐えれてるまあそんな感じでしたね。うん。いや、強なったね。だからこの編成でも人工生命体ミッションいけるわ。ひぃ危ない、ギリギリだぜ。まあ、ギリギリの戦いやけどな。まあ、これが面白いっつう話よ。やっぱドッカンバトル神ゲーやな。で、不倫パイセンはやっぱ観覧車でてっぺんで、ディープキスやなっつう話ですよ。まあ、そんな感じで。まあ、極限して、もうめちゃめちゃ強かったから、この編成、皆さん組みやすいかと思うから、ぜひ、クリアしてない方ね、人工生命体ミッション、この編成でやってみてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。